スリープトレインアリーナはアメリカ合衆国のカリフォルニア州サクラメントにある屋内競技場 NBA サクラメントキングスの本拠地として使用されたまた姉妹チームでワンバに所属していたサクラメントモナークスも本拠としていた1988年にアルコアリーナとしてオープン総面積は44万2000平方フィートであり八角形のアリーナには 最大17,317人を収容することができる。バスケットボールのほか、インドアサッカーの競技場としても使用されている。1993年と2001年にはプロレス団体 WWE の興行が行われ、2006年、2007年には総合格闘技、 イベント UFC の大会も行われている。また、スポーツイベントのほか、コンサートなどの様々なイベントが開催されている。1988年のオープンから石油会社のアトランティックリッチフィールドが命名権を取得していた。NBA の本拠地として初めて命名権が採用された競技場である。2000年にアルコは BP に買収されたものの、 アメリカ国内でのガソリンスタンドのブランドとして引き続き使われており、命名権も2007年に複数年で契約が更新されていた。なお、現在のアリーナは2代目である。先代のアリーナはキングスがカンザスシティを利転した1985年から3年間使用された。サクラメント中心部に建てられたが、収容客数が1万人を超える程度であり、連日札止めとなり、 移転拡張されることとなった。現在はカリフォルニア州政府のオフィスとして使われている。2011年2月にアルコ社の命名権契約が切れた後、リストバンドブランドであるパワーバランスが命名権を取得し、パワーバランスパビリオンとなったが、その後1年後にマットレスコウリのスリープトレインが同アリーナの命名権利を引き受け、わずか1年で、 アリーナ名が解明されることになり、現在のスリープトレインアリーナという名称となっている。2016年には、中心部に建設中のゴールデン1センターに移転される予定であり、本アリーナの契約は15から16、シーズン終了まで使用される。ありがとうございます。